はいどうも、白コリです。コンコリー。レイヤーズ・オブ・フィアー続きを遊んでいきます。画家の物語第4章 F での続きですね。前回東大のお話の後ですね、これが現段階で書いた進捗なんですけど、人のようにも見えますよね。上が顔で、下が黒い服着てるように見えなくもない。で、これが新しく、はい。家族の絆は何よりも強し、これ血ですよね。プラスチックのチューブが必要だった。これさ、物を持って右クリックで閉じるじゃないですか。右クリックを押すとランプ構えちゃうんですよね。まあいいんですけど。はい。集めたものがちょっとずつ並んできています。進みましょうか。彼は自分を奮い立たせようとした。奮い立たせようと終わらせるために。あ、人形がなんでこんなに。おいおい、デパート半分買い占めたのかい？まだ男の子か女の子かも分かっていないのに。子供が生まれる前、子供のために、おもちゃとかを買ってたんだ。プラス、酒の瓶が転がってますね。筆、あ、塗ったりしてたのかな？人形を。ぬいぐるみもあるけど、確か子供部屋には、熊のぬいぐるみがたくさん飾ってありましたよね。首が取れちゃってるやつもある。幸せいっぱいで買ったはずなのに、一体どうしたんだ？音にびっくりするんですけど？あ、今回は人形とかぬいぐるみがいろいろ出てくる積み木、子供部屋に、わあ！あったものですね。おちびちゃん、パパだよ。部屋でもこんなこと言ってませんでした？言ってたよね。人形怖いな。なんで人形ってこんな怖いんだろう。結婚生活の手引き、結婚と子供たち、緊急時の心得、子育てに役立つ魔法。モリー・ピアースの新たな著作は、初めて子供を持つ両親には必須の一冊。赤ちゃんのための幸せで健康的な暮らしづくりのヒントが満載です。今注文すると意欲が湧くテープ、あなたを十分に強くする 1&2 巻が無料でついてきます。子供のための本を買ってたのかな？買おうとしてた？こういうのね。まあ、初めてだとやっぱ不安ですよね。何もわからないもんね。ドアががっちり封印されてる。なんで？子供の声が聞こえますね。はい。ドアが、何？暗闇だからこそ見えるものがある。本当に？何も見えないけど、暗闇だからこそ見えるもの？ないんじゃない？あれ、ここ、あ、引き戸でした。え？暗闇だからこそ見えるものが、なんだ？何かヒントが隠されているに違いない。んだけど、暗闇だからこそ見えるもの、何ですか？絶対謎解きやん。暗闇だからこそ見えるもの。あ、待って待って待って。なんか、ここになんか出なかった。気のせい？気のせいかな。絶対。何も見えない。やべ。部屋の明かりの反射で、見えないのかな？なんかある？なんか見える？え？このランプが気になるな。このランプが。なんかあるんじゃないの？ランプ。あ、ランプに。いや、別に。何もなりませんね。なんだろう。暗闇だからこそ、
見えるもの、何もないんだけど、声が聞こえるぐらいだな。しかもこれ、あ、閉まっちゃった。これ、後ろに戻るっていう選択肢もあるわけ？暗闇だからこそ見えるもの。明かりいるじゃん。明かりいるじゃん。なんだよ。何？明かりがついた。ここからはどうやって進むんですか？明かりつきましたけど、まっすぐでいい？わあ、ホープレス。下手くそ？なんでそんなこと言われなきゃいけないんですか？これは？上ごと。下手くそ上ごと。なんかの歌詞か。お、こっちは、子供が描いた絵ですね。あれ？ドア。ドアも子供が描いた感じになってるじゃないですか。わあ、なになになに？あ、炎が。燃えて、馬。馬に乗ってる。馬が燃えちゃった。燃えちゃった。これは？あー、なんでピンクなんかにした？子供の描いた絵に、めっちゃ怒っちゃった。彼女らしくいさせてあげよう。そうだよ。ピンクの馬だっていいじゃない、メルヘンで。はい。また落書きがあって、ペンが転がってる。おー、なんだ？手形が、ここに行きたいな。入っていい？ああ、人形が、これ子供ちゃんが描いてたってこと？黒い人影。黒いペン。なんか色使いとか、タッチが斬新ですね。子供ちゃんもこういう絵を描くようになっちゃったのかな。不穏だな。まあ、両親がこんな状態じゃね。子供の精神状態も、あれですよね。God, I am such an ああ、idiot. To 私っ think たら that なん someone て馬 like 鹿なのか me しら。could ever 私みたい compete な人 with 間があなたと beauty, 張り踊んだなんて、beauty, あなたの崇高 everlasting, な美しさ、immortal. 永遠、そして不滅。ん？これは、チョーカー？首にはめるチョーカー？ホークさんの部屋？なんかなくなった。なんか書いてありましたよね。白いクレヨン的なもので。Even though you've not been 10月born 2日、yet, 愛する you already 私の feel 赤ちゃ the んへ。presence. まだこの世に It's 生まれ simply てきていないけ amazing. ど、もうあなた I just の can't 存在を believe how 感じて lucky るわ。I am. これってすごい A こと year よ。ago, all I 自分 had がどれ was だけ幸運なの talent か and 信じ ambition. られないくらい。Now, 一年 against 前の all 私 odds, には才能 I と野 have a 心しかな career, かった。a loving それなのに husband, 今、信じられないことに、キ I've ャリ never ア been とa 愛する deeply 夫、religious そ person. してあなたを手に入れ I た。guess what 今 other までの people look 私は for in 心身深い sermon, 方ではなかったわ。I found in きっと reflecting 他 my の人たち eyes. が教会に求めるのと同じものを、Now, I can't 私は自help 分 but の才 feel 能 like に見 there's 出していた higher のね。power watching over でも me. 今は何か人知を Nathan 超える once 存 told me 在 that I に would 見 never 守られてい succeed る気 as がしてならな musician. いの。Now, 以前の I'm playing 私は sold 音 out 楽家として concerts 成 at 功 some でき of the るは most ずないって言 prestigious われていた。 venues in the country. それが今、They also 私は said 国 that I 中をhad コあンサートで飛 difficult び回り、character 大 and きな that I 会would 場を never いつも満員 sold にしてい me. る。Guess それに again, 私は気難しい finally 性a 格だ doctor から、once told 運me that 命 I の人 would に never 巡 be り able 会え to るは have ずがないと children. も言われたわね。でもそ And れもは yet, ずで、here you ある医 are 者には子 within me. 供を産むことはできないだ I am ろうって言わ quite れたわ。possibly the だけど happiest 今、woman in the 私の中 world. にあなたがいる。きっ I と love you 私は世 so 界一幸 much. せな女性なんだわ。大好きよ。奥さんか、本当に幸せいっぱいだったんですね。10月。10月。3月の手紙とかもありましたよね。ちょっと時系列が、何年とか書かれてないから時系列があれだよな。10月の時点では幸せで子供はまだお腹の中にいた。ってこと。はあ。はいはい。
どうした？ここには、あ、なんかある。おい、手に入れましたね、2枚目。こっちには何もない。これは例の件だけど、アンネ・ブラックウッドは非常に素晴らしい保育士だと聞いたよ。私もそう思う。あなたの友、そして弁護士より、ジェームス・ジェローム・サドラー、アンネ・ブラックウッド、保育士。リンゴの絵が描かれてますね。子供ちゃんが描いた絵。ぬいぐるみが椅子にぶら下がってる。これはまた椅子？椅子が積み上がってる。門のように。これはお父さんかな？ナイフ持って筆持って怒ってる。赤いペンで書かれてますね。この黄色い線は何だろう？ずーっと続いてますけど。泣いてる。これは黄色と青。ここは鍵がかかってる。泣いてらっしゃいますね。開けよう。あ、なんかどんどん言うてる。鍵閉まってるんですけど、開かないですね。開いた。あ、人形ちゃん、何を教えようとしてくれてるんだい。人形ちゃんが囚われてますね。終わるまでアトリエを離れるな。これは誰にしたの？終わるまでアトリエを離れるな。誰に対して？何これ？鍵だ。鍵を手に入れました。ネズミ。おえー。ネズミがこっちに行きましたね。さっきこっち道なかったのに。うわ、なに？なになに？うわ！びっくり。これはお母さんかな？こっちはお母さんかな？嫌なんだけど。嫌なんだけど、もうやめてくださいよ。私は探索したいだけなのに。探索したいだけなのに。やだやだやだ。やだやだやだ。嫌だよ。赤い手形。あれ、ここさっき来たとこ？戻ってきちゃったじゃん。やっぱ向こうの鍵使わなきゃいけないのかな。ここは相変わらず開かないですね。戻んなきゃいけない？またあの人いる？もう嫌なんだけど。あれ？なんか変わってる。あ、落ちた。これって正常？これってバグ？バグ？これバグの気配しません？これ。永遠に落ちてるよ。ちょっと、バグじゃない？床が抜けちゃった。マジ？ちょっと、戻るか。はい。ここからになっちゃいました。いや、でも進んでるかも。一番始まるときはそこなんだよね。もう一回ここのドアを開けてみて、それでどうかじゃない？ああ、途中だ、途中です。途中から行こう。はい、この子をやって、鍵を手に入れたところです。今回はネズミが向こう行くんだけど、こっちのドアを開けちゃいましょう。ね。どうせ追いかけられた。痛い。ああ、また来てる。もう。やめてよ。来てる。来てる。ああ。おお。もういなくなった？いなくなりました？絶対なんか取り逃してるんだよな。あの、右下の紙1枚取り逃してますね、多分ね。はい、進もう。
また人形ちゃんがティータイム。ああ、こんな絵ありましたっけ？初めて見た気がする。なんか眩しそうですね。人形ちゃん？これ何？何かあるっぽいけど。ん？おお？机を動かせる。ああ、椅子を？椅子の向きを変えるんじゃない？これ。まずこれか。明かりをつけて。椅子を引っ張るんだと思ったんだけど、動かないですね。あ、動いた動いた。なんか角度がある。角度、あれ。そう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 。ちゃんと向かい合って座れるように。もうちょっとそっちな気がするんだけどな。もうちょっとこっちじゃない？あ、違うね。あ、そう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 。そういう感じ。で、こっちも、よっ、こっちに引っ張る。引っ張れない。あれ？なんか、絵になってる。子供ちゃんが描いたみたいなタッチになってますね。それにしてはうまいけど。それにしてはうまいぞ。どうする？これもうちょっと頑張る？あれの通りにしろってことだよね。でも、椅子が動かないんですよ。椅子が動かないの。頑張っても。ああ、動いた動いた。こっちだよ。こっちだよ。ちょっと、頑張ってんだけど。頑張ってはいるんですけど。こっち、違う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 。反対、反対、こっちだよ。あ、そう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 。いい感じ、いい感じ。もうちょい。あ、ナイス。開きました。難しかった、操作が。はい。荒れてますね。陰口を叩かれる？誰に？何？よくも私から奪ってくれたな。私の大切なものを。泣いてる。取り戻してやる。聞いてるか？お前を取り戻す。たとえ引きずっても元通りにしてやるぞ。約束する。必ず元通りにだ。子供ちゃんに何かあったってこと？あれ？なんか変わった今。変わった？しかもなんかこっちからも音が聞こえたけど、見えなかった。子供ちゃんに何かあったの？はい。これは？あの子の部屋からほとんどの人形を運び出さなきゃならなかった。どうかしてたわ。どんな罪悪感であろうと、罪の意識を感じるたび、あの子にプレゼントを与えるなんて。あの子に必要なのは、無駄な気晴らしなんかじゃない。父親よ。子供に罪悪感を感じるたびに、プレゼントを買い与えていた。愛情表現が、下手だったんですね。まあ、子供に、なんでピンクなんか使ったんだとか、叱りつけちゃうたびにってことかな。お、娘ちゃんが悲しんでる。お母さん死んだ？お母さんなのかわかんないけど、誰か死んだ？横たわってますね。悲しんでる。あれなんか見える。燃えてるよ。お母さんが火事で事故した時のことかな。こっちにはドア、こっちにはハートが砕けてる。砕けてますね。勝ったら何を手に入れる？勝ったら？勝ち？勝ち負け？
何これ、どちらにつくか選ぶ時が来た。どちらって何？ああ、なんかめっちゃと飛び跳ねてる。見てごらん小鳥ちゃん、こうやって動かすよ。ベン、え、何これ、戦ってんの？負けてる負けてる。なんだ、何がそんなにおかしい。おお、何何何、どうした。え、王になった。いい組み合わせを考えるゲームなのさ。私の小鳥ちゃんはこのゲームが好きだった。子供と一緒に遊んでたんですか？大人げなく勝っちゃった。飾りがしてある。誰を相手に勝負しているつもりなんだ。これ子供との、あのゲームの勝負のこと言ってる？めっちゃガチになってたってこと？そういうこと？怖いよ、お父さん。はい。ああ、ここさっきも来た。あ、なんか走ってた。仕事に集中したいから静かにしてくれとお願いしてるんだ。そんなに難しいか。この家は遊び場じゃないんだぞ。え、子供が無邪気に遊んでるときに、なんか、人形ちゃん、そっか、まあ、絵を描くとき集中したいっていう気持ちは、わからんくもないけど、だからってそんな怒鳴ったら、ねえ、君の子供はまだ2歳になったばかりなんだ。言葉を発しないのはおかしなことじゃない。ウアのせいでもない。また、ニーチェを読み聞かせるのも、彼女の精神衛生上良くないと思う。だからやめてくれ。頼むから。奥さんが、この子、いつになっても喋らないんだけど、みたいな、発育に不安を持っちゃっていたのかな。ウアのせいにしたり、ニーチェを読み聞かせ。子供に。なかなか心配性だったんですね。子供ちゃん、辛かったでしょうね。青いペンがばらまかれてるな。何もない。なんか線が引いてありますね。部屋が荒れてる。黄色と赤。何何？こっちなんかあるんですか？積み木とキリンがありますね。ドア開くね。ダーディー。太陽。食台が倒れてる。赤いペンと青いペンが散らばってて。おもちゃ。こっちですか？またハートが割れてて、お父さんとお母さん、ハートが割れてますね。やっぱ分かってるよね。そのおもちゃを可愛がるのは分かるが、何かとても不安な気持ちになる。遊び方のせいだろうか。彼女は子供っぽくない。遊んでいる時、時々そう感じる。見ていて胸が痛くなる。遊び方？なんか人形、手がもげてたり、他の人形の首持ってますね。こういう遊びをしてたの？普通になんかお父さんっぽい心配もしていたんですね。首取れちゃったよ。これが子供ちゃんの遊び方ってこと？釘刺したりしてますけど。そりゃさすがのパパも不安になっちゃうか。なかなか精神状態がやばかったんですね。赤いペンで木のようなものが、枝なんかある。お、手に入れました。あと一つだけど、多分取り逃してるような気がしなくもない。なんか人形だった。だいぶペンが積み上がってますね。
あれ、しまっ、うわ、何何めっちゃ頭浮くやん。うおー、なんだなんだなんだ、うおー、うおー、ごめんね、謝った。あー、さっきまでの楽しそうな花から一変悲しい顔をしたお花たちが、どうした子供ちゃん、どうしたの、大丈夫、髪を切っても痛くないよ。子供の髪を切った、クマのぬいぐるみなんか刺さってる。うん、あー、だいぶやばい感じですね。あー、首がぶら下がってる。向こうにも扉があるし、どっから行ったらいいのかわかんないですね。あ、ここは、待って待って、なら向こう行こうよ。あれ、アトリエに戻る感じがする。この首がたくさんぶら下がってるとこ、あれ、開かないやんけ。こっちは？どっかで鍵取るんだったんかな？開かないやんけ。絶対ね、開ける方法あると思うな。そっか。子供の髪の毛のように柔らかい絵筆が必要だ。ああ、自分の子供の髪の毛を筆として使った？お母さんと子供ちゃん。お父さんは真っ暗闇な部屋で絵を描いてる。お母さんと子供は平和にしてたのかな？はい、なんだい？それはなんだ？娘の教育に悪いじゃないか。兵隊の人形？娘の教育に悪い？よいしょ。カーテン。ああ、これ。パパが絵を描いてる部屋の窓みたいな感じ？違う？変わってるな。どの夢を追いかければいい？緑。どの夢？上に階段。うわぁ、道が。わからんな。人形を追いかける、どの夢を追いかければいい、階段、緑、緑、緑、上行ってみる、どの夢を追いかけるってなんだ。あ、赤い、まあ、今まで赤に来てるから赤行くっしょ。はい。なんか出た。ケムクジラのペテン師とも、おもちゃの隙間に潜り込んで、私を嘲笑っている。おもちゃは禁止だ。おもちゃ禁止にしちゃったの？赤い絵の具。わあ、人形だらけ。なんだこの悪魔の祭壇みたいな。悪魔の祭壇みたいになってらっしゃいますけど。うわっと、びっくりしたーい。人形が襲ってきてますよ。これは何？人形のお家？泣いてる泣いてる。こっちにバーって来そう。バーって来そう。バーって来そう。あれ、子供ちゃんの絵が描いてありましたね。なになになに、なんかやばくない？多分やばい。うわぁ！めっちゃびっくりするやん。後ろから来たわ。前から来るかと思ってたら。
これはゲームオーバーじゃないですか？こういうもの？でもあれ避けようがないもんね。あれ？これは？気に入ったのかい？わかった。買ってあげよう。暖炉に飾るのがいいんじゃないかな。そう思うだろう？スノードームだ。子供ちゃんに買ってあげたんだ。お父さんも機嫌がいい時はね。面白いつもりなのか。兵隊の人形の腕がもげちゃいましたね。パパがやったのかな。うん。お、な本当に彼女が娘さんを危険な目に遭わせたとすれば、ああ、彼女をクビにするべきだろう。だがもう一度チャンスを与えるべきじゃないか。ブラックウッドさんは子守のプロなんだから。ダメだ。二度はない。危険にさらすわけにはいかない。ブラックウッドさん、保育士さんが娘ちゃんを危険な目に遭わせた？もう一度チャンスを与えるべきだ。二度はない。危険な目って何したんだろう？どっちに行くべきか。どこに行く？まあ、どうせ一つぐらいしか空いてないんだろうな。はい。空いてません。じゃあこっちは。暗い。開いてません。じゃあこちら。何もないですか？子供ちゃんが一人ポツンといて黒い人影が。子供ちゃんにもあの黒い人影が見えてた？エレベーター。ドアを閉めて。はい。はい。今度は下に行くんだ。あ、人形ちゃんが、こっち来てた。上に行って、下に行って。到着？人形がルンルンしてましたね。ハートがズタズタ。黒い人影。ズタズタですよね、ハート。ぬいぐるみもズタズタ。宝箱。おもちゃが入ってますね。愛ゆえの狂気。自分の娘を誘拐した男が逮捕。今日、普段は平和な街で、犯罪ドラマのワンシーンさながらの事件が起こった。武装警官隊を伴ったソーシャルサービスの一団が、かつて名声を博した有名画家であり、最近家父となったの邸宅に突入したのだ。男は中心地外の児童福祉施設に押し入り、入所していた児童一人を連れて逃走していた模様。本市が入手した情報によると、その児童は容疑者の実の娘でもあり、家庭裁判所の裁定により男の保護下から引き離されていた。男が説得に応じなかったため、児童に危害が及ぶことを危惧した警察隊が建物内に踏み込み、容疑者を逮捕した。目撃者の証言によると、救急救命士が少女を家から連れ出す際、男は手錠をかけられたまま膝から崩れ落ちて何度もこう叫んだという。お願いだ。その子は私に残されたすべてなんだ。実に悲劇的な。え、カフってさ、奥さん死んじゃったの？あ、だからさっき子供ちゃんの絵に、お母さんが横たわってたやつ、死んじゃったってこと？お母さん。死んじゃって、子供は児童福祉施設に入れられていた。でも、誘拐した？奥さん死んじゃったん？そうなの？どうやって死んじゃったん？どっち行く？あ、向こうだって。おもちゃが導いてくれる。
本当にこっちでいいのか。私寄り道したいんですけど。おお、徘徊している、徘徊してるよ、あの人。人形ちゃん、これはなんだ。おいおい、今日は何曜日だ。日曜日、つまり、ああ、どうして私を迎えに来てくれなかったんだ。クソが、集中している時の私がどういう状態か知っているだろう。何何、日曜日だと何かあるんですか。これは帽子。パパが怒ってる。娘ちゃんは悲しそう。何、どうした。暗い、あの怖い人が。あ、黒い馬になってる。ピンクの馬から普通に黒い馬になってますね。パパがあんまり言うから。あれ、子供がドアをトントン叩いてる。黒い猫の絵。何、その中に何があるの。開きませんね。ペンが積み上がってる。人形の首と。さっきの怖い人いない？ネズミ。猫の絵、ネズミの絵。開きませんね。上にも行ける。普通に上に来れましたね。馬の乗り物。猫のおもちゃ。おもちゃの種類が増えてる。おー、そっち？そっちか。ここも開かないの？まあ、言う通りに行くか。おもちゃで溢れ返ってる。まあ、娘ちゃんに罪悪感を感じた時におもちゃをまたずっと買い与えていたんでしょうかね。半開き。お、なんか、なんかある？鍵を手に入れました。これは何？なんか、目が覗いてますけど。その鍵はどこで使うんですか？戻ったりする？いや、今までの経験上、戻る気が。何何？うわー、マジ？マジ？マジ？うおー、よし。しばらく時間あるから。あ、鍵開いた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 。よし、これは。あ、鍵がまたありました。猫の鍵だ、猫の鍵、猫の鍵だ。下に行こう。いるな、いるんだろ？来てる？猫の鍵！早く早く！うおー！はい。で？ネズミの鍵だ。ネズミの鍵手に入れました。導いてる。どこにいるの？いた！消えてくれ。よっしゃ。ネズミ。ネズミの鍵。はよはよ。よっしゃ。もうやめてくれ。追いかけてこないで。模範になるんだ。終わらせるんだ。普通の子供部屋に来ましたが、メリーゴーランド、かわいい部屋。この時は正常ですね。引き出しの中は何もない。こっちは何もない。いない。
ここは？あ、なんかある。鍵を手に入れたんでしょうか。あれ？開かないよ。なんかオルゴールみたいな音がしますね。え、なんか開けるものある。オルゴール。なんか、あ、これ？これか。回ってる。回ってる。楽しい思い出？おもちゃが動いてる。ああ、様子が、頭を、人形が頭を打ちつけている。窓が荒ぶっている。部屋から物がなくなって、お父さん、お母さん、お母さんと手をつないでる。お母さんは車椅子になって、お父さんめっちゃ怒ってる。お父さんと二人になっちゃった。お父さんめっちゃ怒ってる。なんだって？なんだって？なんだって？英語読めまちん。なんだって？スターズ、フェイドアボブユールーン。なんだって？ママユーズカムトラトタッ。やばくなってるのはわかる。なんだって？メリーゴーランド乗ってる。おお、人間に、人間じゃないや、人形に。おお。う、う、吐きそうだ。人形にやられましたね。ああ、子供の髪の毛か。ここに来てふと疑念がよぎった。本当にうまくいくのだろうか。知ったことか。すでに道半ばだ。元通りにして忘れることなんてできやしない。こっちは？うん。前回の赤い血までは奥さん生きてて、子供の髪を使うところで、奥さんは亡くなってしまった。やっぱ人間ですよね。腐りかけた人間の絵だ。子供ちゃんの髪の毛を筆に使った。なるほどね。なんか意外と埋まってないな。彼は物足りなかっただけなのだ。はい、今回はここで一旦区切りたいと思います。あと二つ、何なんでしょうね。自分以外の子供の髪の毛にまで手を出し始めましたけど、これからどうなっちゃうのか。もう奥さんはもう亡くなってしまった。なんで亡くなってしまったのかも気になるところです。はい、ここまでご視聴ありがとうございました。それではまた次の動画やライブ配信でお会いしましょう。バイバーイ。